はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書2編の力試しの解説やっていきます。では、参考書というかね、問題集の方チェックしながらぜひね、見てみてください。じゃあ1番まずいきましょう。で、1番が次の数量を表す式を書きなさい。で、1個目が X km の道のりを時速4km で歩いた時にかかった時間ですね。で、大事なことはまず求めたいもの。で、これどう考えても未始なので、まあ、それ確認していこっか。未始と。で、まあ、最後がかかった時間と言ってるので、まあ、求めたいのはここですね。時間を求めたいと。で、じゃあ、道のりと速さいくつになってるってチェックをすると、Xkmの道のりって言ってるんで、道のり X なんだよね。で、速さは時速ってとこについてる。だから4だから、速さが4になります。でも、これさえ揃ってしまえば、あと時間求めたいでしょ。で、時間の公式っていうのは、道のり割る速さ。なので、道のり割る速さ。で、これだけじゃなんだよ。答え、これをちゃんと式というか、割り算がない状態に直さなきゃいけないので、4分の X と。で、これに、まあ、単位をね、つけろと言われる場合だったら、そこに時間をつけてください。今回、時速と言ってるので、ちょっとごめんね、きつくなっちゃったけど。これで終了です。で、2番はですね、結構有名な図形の問題なんですけど、今、周の長さが L の長方形です。で、縦が X の時に、横の長さを求めなさいという問題。で、これね、解き方結構いろんなタイプの解説される先生がいるんですけど、まあ、自分もこれが好きで解説をするんですが、もしね、他の先生のやり方の方がいいなと思ったらそっちに合わせてください。無理やりこっちに持ってくる必要はないんですけど、まあ、そういう解き方もあるんだねと思って聞いてみてください。でね、今、長方形があるじゃないですか。ちょっと上に、食い込みながら書いていこうか。ここ長方形があると。で、今、周だから全部で L なの。全部で L ね。で、それを斜めに切ります、自分は。もちろん、こっちで切ってもいいんですけど、今、ここで、サクッと切ってしまいます。そうすると、これと、まあ、これに分かれますよね。で、当然長方形なんで、これとこれの長さは同じです。真っ二つになるから。ってことは、L がちょうど半分になるので、一つは2分の L になります。半分っていうのは2分の1がくっつくことが2分のだからね。片方は2分の L です。じゃあ、その時に、こっち行きますよ。今、これで2分の L です。で、縦が X って言ってくれてるの。こっち。ここ X なんです。でも、この横がわからないんです。じゃあ、図から判断して、全部で2分の L。それから、X を引き算すれば、横が残りますよね。これもう一回言います。全部から、ここの縦を引き算すれば、横が残る。それを式にすればいいので、だから、2分の L から、X を引き算すれば OK ですねと。で、もし単位をつけろと言われれば、今センチメートル使ってるからね。これで OK という感じになります。じゃあ次、計算いきましょう。で、今ここには書いてないですけど、X がマイナス4、Y が3ですね。で、まあそれを代入して解いていきます。で、指数とかがあった時はきっちり書いた方が安全なこともあるんですけど、これ、任せます。任せるんですが、自分はね、よく、まあ、元塾講師なので、塾の時にね、生徒によくやらせてたのが、これ、ちゃんと書くんだったら、x-4 なんで、2×-4 って書くべきなんです、本当は。べきなんですけど、それね、もう暗算しちゃいなってよくやらせてました。特に数学の苦手な子にも。そう。まあ、得意な子はね、勝手に暗算していくのでいいんですけど、どういうことかっていうと、さっき言ったように、2×-4、-5、×y が3だっけ ?3 だね。3、プラス7みたいな。
いいんだよ、大正解なんだよ、これの書き方。ちゃんと合ってるんですけど、これね、ちゃんと書くのやっていくと、書けば書くほど、まあ、計算ミスが起こるっていうことが結構起こったりします。あとは、これ今ここの勉強してるので、結構忘れないんですけど、ちょっと時間が経つと、マイナス4入れるとき、こういう風に書くことが出てきます。マイナス4入れようって思って、掛け算忘れるんですよね。で、2×マイナス4なんで、本当はマイナス8にならなきゃいけないのに、マイナス2になってる。で、これは暗算でちゃんと繰り返し練習をしてしまった方が結構このミスは減ります。でも任せます。書いちゃいけないわけじゃないので。ないんですけど、自分はできれば代入するときは暗算の方がいいかなと思ってるタイプです。なので、これちょっと書きましたけど、マイナス4を入れる。だから 2×マイナス4だからマイナス8。マイナス 5×3 だからマイナス15。プラス7といきなりこう書いちゃいます。で、あとは足し算と引き算だけなので、まあ、1個ずつ計算して、マイナス23だね、ここで。で、マイナス23とプラス7くっつけると、マイナス16ですね、と。これで終了となります。で、指数も慣れてきたら、できれば暗算で代入してほしいんですけど、これね、x のとこマイナス4を入れます。2乗くっついてるでしょ？ここどうなるかっていうと、こうなるんです。入れると。で、これがこうなるよねって頭の中で分かるようになったら、これってマイナス 4×マイナス4でしょ？だから、あ、16だなって。で、それぐらいメモしてもいいと思うんですよ。16だなって。で、2分の 1×16、約分するから、って。2と16約分すると8になりますよね。で、8なんだ、みたいな。何も書いちゃいけないってわけじゃないからね。そんなこだわらなくていいんですけど、書かない方が計算ミスが減ることもあるよっていう。で、y に3入れると、これはそのまま、引く3になるから、あと8引く3なんで、うん、5ですね。これで OK と。では、3番いきましょう。こっちの計算ですね。で、まあ、ここでまず気をつけなきゃいけないのは、x がくっついてるもの、文字がくっついてないもの、これは計算できないよっていう、そこだけ気をつけましょう。だから、まずここね、x 同士が計算できるので、マイナス2です。ここ1が隠れてるから、マイナス1になるので、マイナス x になると。で、プラス4はそのままくっつけてあげる。で、これで終了です。これをくっつけて 3x とかにしないようにね。で、次が a を使ってるやつだね。で、まず、カッコの前にマイナス5があります。これは、配ってあげる。で、一回書き直しましょうか。7a 書いて、マイナス5を配ると、マイナス 5a。プラス2にかけると、マイナス10と、こうなります。で、a 同士。これを計算すると、2a で、マイナス10。ここはね、文字がくっついてる。くっついてないなので、計算できないから、これで終了と。で、次に分数ですね。で、これは、ここが、ま、1分の6って考えれば、約分ができるんです、こうやって。掛け算。掛け算だからね。で、1になって、ここが3に変わります。で、分数から落ちてくるので、1分のじゃなくなるからね。落ちてきた時には、カッコをつけましょう。計算ミス減らすために。こうですね。で、かける、あそこがカッコマイナス3と。で、カッコに掛け算くっついてるんで、さっきと同じ。マイナス3を掛け算で、2つに配ります。そうすると、マイナス 15x プラス3と。これで OK。で、最後、ちょっとややこしいですけどね、頑張って配っていきましょう。カッコの前に2分の3がくっついてるので、これをまず配ります。2箇所。で、これはね、暗算しなくていいよ。頑張って筆算してもらって構わないんですが、2分の3と6を掛け算すると、2と6約分されるので、9ですね。で、これね、よくやってしまう。これやらない方がいいんですね。やんないでね。これ約分するって思うから、ここでね、こう書いちゃう子がいるの。約分するよね、こうやってやっちゃおうぜって。で、こうすると、こっちの約分忘れてしまうので、あまりこれしない方がいいです。こういう書き方は。ちゃんとめんどくさいんだけど、暗算きつかったら、こうやって書き直す。2分の3。で、あっちはマイナス 2x って、こう別々で計算してるからね、今ね。で、やっていく。
で後ろやるとマイナス 3x ですね。で後ろは括弧の前にマイナスがあります。まあマイナス1ですね。でそれを掛け算で配る。でマイナスを配るっていうのは符号が変わるだけです。マイナスを掛け算してるだけだからね。だから符号が変わってプラス 7x でマイナス9で x 同士計算すると 4x、 9とマイナス9消えちゃうんで答えは 4x。 これで OK です。で最後4番いきましょう。次の数量の関係を等式か不等式に表しなさいと。で個人的には多分1番が一番難しいかなと。まあ難しいのがミスが出るとこですね。6人で x 円ずつ出しても7000円のものを買うことができないんです。でまず6人が x 円ずつ出す、6がね、x が6個集まるなので 6x になります。でこれと7000を比べてるんだよね今。でポイントは買うことができないってことはどっちのが大きいのっていう。で想像してほしいんですけど、買うことができないってことはお金が足らないんだよね。足らないってことはこっちが集めたお金ではなくって、その買う値段の方が大きくないと買えないことにならないね。であと大事なのはこの買える買えないの時はイコールが入る時と入らない時があります。で今回結論から言うと入りません。なぜならイコールが入った時は持ってきた、まあ、集めたお金とその値段が同じ時、同じだったら買えるから、お釣りゼロだけどね。だからイコールは入れないの、今買えないから。ちょっとね想像が人になってしまいますが、こういう風にやってみてください。で次が A 冊のノートを1人5冊ずつ B 人に配ると3冊余る。でこの配った時にね、余ると足らないのやつはそのまま文のまま書いていくのがいいかなと思います。まず A 冊のノートをって言ってるんで A イコールです。で5冊ずつ B 人に配る、なので 5B って書いて余るんだったらプラスです。だからプラス3、こうやってやっちゃいます。あ、線引いとこうか。でこれでもまあ俺ねシンプルなんでこれでいつもやっちゃうんですけど、あとはまあちゃんともう一個ね違う考え方をすると、 A 冊のノートありますよね。で5人ずつ B 人にまあ 5B 配ってしまうので、これカッコで書いておこうか。まあ、答えにもね書いてありますけど、 A から 5B 配るってことはマイナスじゃないですか、減っちゃうんで。配ったら3残ってるからイコール3ですねっていう考え方も OK です。これも丸になりますなるんですが、ちょっとね個人的にはこちらが好きなんでこれで解いちゃうんですけど。で最後がある数 x に3を足して5倍したもの。まずここを式にしましょう。もう一回言うね、 x に3を足してから5倍するんです。だから x に3を足すからこうでしょ。5倍っていうのはかける5なんで、これにかける5をします。で、かける5ってするから、前に5をつけちゃいましょう。こういう感じでね。で、間違いやすいのが、5倍を先にイメージしちゃって、5x プラス3って行きたくなります。これミス気をつけてください。これは、x を5倍して3を足したものです。もう一回言います。x を5倍してから3を足したもの。これは逆ね。x に3を足してから5倍したもの。ややこしいけどね。気をつけてください。で、それが元の数 x を8倍したものより大きいと。まあこれはね、x を8倍しただけなんで 8x で大きい。OK。で、どっちが大きいかってやると、こっちのが大きいって言ってくれてるので、大きいから、これで終了となります。いいかな?では今回は参考書中学校1年生の2編の力試しの解説やっていきました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では他のページのね解説もやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。